皆さんこんにちは、しなみなえです。さあ今回も始まりましたしだチャンネル、今回はですね、しだ未来上半期ベスト3のエピソードを紹介したいと思います。では早速一人で喋るんですけど、こんな感じで、京都の寒い、ところでロケをしたことです。信長のシェフの撮影で、去年の12月と今年の1月と2月と京都で撮影してたんですけど、本当に寒くて、後半からはやっと足袋を履かせてもらえたんですけど、最初は裸足で、雪降ったりとかするんですよね。本当に寒くて、私今まであまり冬のロケがなかったんです なかったので、今回本格的な冬ロケは初めてで、でもセットも寒いんですよ。セットも寒い。暖房が何ですか、入るのか入らないのか、底冷えとかがすごくて、とにかく寒いということで、すごく私の中の今回上半期の中で結構こう寒かったっていうのが私を占めています。カイロを最初貼らないで挑戦してみたんですね。初日貼らないでもういけるんじゃないかって結構なんか着込んでたんだけど、それダメでした。ダメでした。セットでスタジオの中で3枚咲いて、でロケに出ると共演者の方が20何枚貼ってたりとかしてて、私も1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚以上貼ってたと思います。脇の下、ここリンパ、そう、血管の太いところ、あと太もものこの内側とかに貼ると結構すぐ温まります。あと首の後ろとか、まあ、ここ脇の下は必ず貼ってましたね。これだけ結構大事です。これから冬とかなのでね。はい、豆知識でした。